はい、どうも、クレイジーピーです。はい、今回の動画は、最後になります。まとめて、あと持ってるグローブの型を紹介していきたいと思います。まず、次に、紹介するのが、外野手を。これ、もう外野手1個しか持ってないので、サクッといきます。はい、これ、ザナックスのオーダーですね。はい。これ、ザナパワーでオーダーした部分です。軟式用ですね。はい。これ、どういった形かっていうと、まあ僕、外野手を持ってないので、どういった形がいいかわからないんですが、はい、まあオーソドックスな形にしようと思って、こういった、こうパカパカ閉じるような形にしてます。はい。あと今ね、まだちょっと片付け中なので、はい、あれなんですが、ちょっと、ウェブの部分ちょっと折ってみたりとか、こう錯誤しながら作っていきます。まあ大体今こんな感じで、はい、まあ外野手をわからないので、ざっとこんなもんでいきます。はい。次なんですが、これキャッチャーミットいきましょう。はい、これキャッチャーミットですね。はい、IP セレクトのキャッチャーミット、これオーバーホール出したやつですね。はい、これどんな形なのかなっていうと、はい、もうちょっと浅めのね、はい、こういった形になります。あ、ちょっと浅めっていうか、まあこれオーバーホール出してね、ちょっとポケットが深くなってるんですが、出す前はもう板みたいなキャッチャーミットだったんですが、今はこの方が取りやすいかな、はい、ちょっと前まで板みたいなグローブにね、持ち替え素早くとか考えてたんですが、はい、これ、IP の一応ね、オーバーホールで締めたことによってちょっと小ぶりな形で、はい、ここに呼吸面が、ここにね、はい、ポケットがあるタイプになります。まあ、ここだけじゃなくて、ここもポケットになってるんですよね。はい、まあ、3箇所で取れるようにしてるグローブですね。しっかり止めるとき、はい、キャッチング入れ替えるとき、ショートバウンド、体の近くで取るときの、はい、ポケット、3つ作って、今、これも完全に試合で使ってるミットになります。はい、次が、これ、はい、キャッチャーミットの、水野プロのオーダーですね。これオプションオーダー、いい分買いました。はい、これ今もう完全に片付け中です。はい、どういった方になるのか今楽しみなんですけど、大体こういった形で作ろうかなということで、今練習なので片付けてる途中ですね。音はかなりいいです。はい、これもね、そこまで浅くしようとは考えてないです。はい。ちゃんと1個ポケットしっかり作って、あと他のところでも取れるようにと考えて今仕上げている段階のキャッチャーミットになります。はい。で、これ最後ですね。はい。はい、これファーストミット。はい。こんな形ですね。ファーストもね、あまり守ったことなかったので、ファーストミットも初めて片付けたんですが、まあ、自分が取りやすいかなっていう形で、はい、ここにね、芯を残してポケットにしつつ、はい、はい、ここで滑らないようにね、ちょっとウェブを見ながら、ボックスタイプで取れるようにしてます。はい、あまりわからないですが、はい、こだわって作ってるキャッチャーとファーストミットの紹介になりました。何かわからないことがあれば、コメント欄までよろしくお願いします。はい、短かったですが、今日の動画は以上になります。面白かったなっていう人はグッドボタン、面白くなくても面白かった人もチャンネル登録、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ、本日の動画は以上になります。じゃあ皆さん、いつものいきましょう。せーの、ありがとうございました。バイバイ。